ちゃって実際ますよね。はい、こんにちは、桃です。いただいた桃とかちょっと余っちゃったけどどうしようとかありませんか？そんな時はもう凍らしちゃってシャーベットにしてみたらどうでしょうか。ただ凍らすではなくて、味付けをしてひと手間なんですけども、そのひと手間をかけることによってより美味しくより豊かな食生活ができるんじゃないでしょうか。そんなレシピ紹介したいと思います。桃のシャーベットです。よろしくお願いします。はい、桃ちゃんです。例えばね、こういう風にちょっと色が変わっちゃったりとか、食べる機会なくしちゃったなっていう時に、今回はシャーベット作っていきたいと思います。ほら、ちょっと色変わっちゃってるところあるでしょう。こういうところは外しちゃってしちゃいますけども、もしね大量に余ってもったいなかったら、加熱ジャムみたいに煮込んでしまえば色も変わりませんし、色も気になりませんし、使い慣れるんじゃないかと思います。綺麗に抜けたでしょう。こういう風に当たっちゃってるところは、あとは一口大にボウルにまとめてください。そこで味付けをしてシャーベットを作ります。はい、ここから味付けをします。レモン汁、それからお砂糖使って仕上げます。まず最初にレモン汁、砂糖、混ぜ合わせていきます。砂糖のね、固まってるところは潰しながら、あまり潰しすぎちゃうと今度桃が味が崩れちゃうので、色も変わってしまうので優しくしてください。ちっちゃい桃を食べます。まだ酸味が強いですよ。味付けのポイントですが、常温で食べるのではなくて冷たくして食べるので、砂糖をちょっと多いめに入れてください。冷たいと人間味を感じなくなってしまうので、そういうのも頭に入れて味付けをすると美味しいシャーベットができると思います。汁が多くなるんですよ。ここで蓋の底にできた汁気ですね、砂糖がなくなる程度、そこまで作ってください。
うん、できたこれを半分ぐらいにしましょう。あっちで食べてる。